というわけで、今年ノミネートされた、ミックスは以上の5つでした。というわけで、この中で今年一番流行ったミックスを決めたいので、動画の概要欄にURL 貼っとくんで、このアンケートにお答えいただけると嬉しいです。というわけで、いつもね、毎年10個ぐらいね、ノミネートミックスをね、発表してるんですけど、こういう期間というのもあって、そんなね、5つぐらいしか選べませんでした。けど、ノミネートとまではいかないけど、面白いミックスがいくつかあったので、それを紹介しようかなというわけで、おまけコーナーです。はい、では行きましょう。はい、1個目、ゴキブリアイエイですね。目新しくもなんでもないんですけど、意味不愛愛ただ単にするんだけじゃなくて、一人か二人が真ん中の方に転がってゴキブリみたいな動きして愛愛するっていう、これゴキブリ愛愛をノミネートするってなると、意味不愛愛じゃないですか。ぶっちゃけ意味不愛愛と大差ないんでね、ノミネートできねえなと思って、とりあえず、はい、放置です。はい、二つ目、ガンダムエピオン部ですね。ガンダムエピオン部ですね。サビの真ん中でガンダムエピオンと叫びながら、なんか謎の動きをするっていう。僕ガンダム見たことないんですよね。だからガンダムエピオンがなんだかよく分かってないんですけど、多分ガンダムエピオンの動きをしながらガンダムエピオンって絶叫するというあれじゃないですかね、きっと。はい、そんな感じです。コールとしてはこの2つが面白かったかなって。面白いか、ガンダムエピオンもね、面白いからいきたいと思うんですけど、コール以外ですね。コール以外行きましょうか。斜め揺れですね。斜め揺れ、ちょっとこれ多分流すとお前著作権どうのこうのって怒られるんで流しません。インディアンマンジも多分これ流すと、全部流したらまずいな。はい、ちょっとこの動画だけはね、ちゃんと収益化通しておきたいんでね。たまにはね、いつもミックスのカバーばっかやってるん、ミックス既存曲にミックス打ってるんで、だいたい収益化通ってないんですよ。なんでちょっとたまにはお小遣い稼ぎたいんで流しません。斜め揺れだって今更ね、説明する必要ないもんね。これ音出さなきゃいけるかな。音を切ります。タッ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 タ
タラタタ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 って感じです。はい、次、インディアンマンジですね。てて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 、はい、こんな感じです。まあ斜め入りは多分あの4拍子とか偶数拍子の曲でしかやれないんですけど、インディアンマンジはまあ3分の3拍子とかまあ8分の5拍子とかでもまあやれる結構柔軟なやつですね。はい、次フェニックスマンジ。てててつてててれてれてててててれれれれれててててれれてれてててててててれてててててみたいな感じです。まあこれはどちらかっていうと斜め揺れとかはね、斜め揺れはどちらかっていうとなんかゆったりめの曲で打つのが気持ちいいかなって、これ個人の感想なんですけど、ゆったりした曲でやるのが気持ちいいかなって感じなんですけど、フェニックスマンジは今みたいなちょっと BPM モリモリの曲とかでもやれる楽しい曲ですね。あと次山切りカットですね。てて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 、はい、まあこんな感じです。まあ、山切り方もどちらかっていうとフェニックスマンジ系のちょっと BPM 上げ上げな曲でやるとか楽しいと思います。あれっすね、リングワンダリングの燃える火曜日とかが気持ちいいですね。はい、でそんな感じですかね。今年ももうまあ不作、まあ去年よりはマシかな。去年クラップミックスとかがね選ばれたんでね、不作な年だったんですけど、まあ去年よりはマシになったかなって感じです。でできればね、もう来年はもうちょっとねなんかいいミックスが見れるといいなっていうね、お前が考えるって話なんだけどね。僕行ってる現場ってだいたい規模が小さいんで、そこで流行ったとしても世間に浸透しないんですよ。はい、というわけでだからまあなんかそのちょっと中規模大規模行ってる現場のオタクがちょっとそれっぽいミックスを やってね、なんか現場で浸透させてくれると嬉しいです。はい、以上音質派でした。